いや、これね、僕を騙そうとしてた。合ってるよ。合ってる。僕ね、分かってきた。コラボ2回目やから、行きますよ。いいですよ。え、ほんまかな。ちょっとでも不安ないけど、取るよ。はい。おざす。おざす。今回なんですけど、はい、2回目の今西さんコラボです。お、よろしくお願いします。お願いします。どうもー。頭がセッティング中。唯一裏側を流せるチャンネル、今西さんの。いや。まだ今準備中なんですよね。そうっすね。前回見たちょっとまあ、裏側というか、撮らせてもらいながら。今回ね、これこれ。あ、じゃあ、僕の方の企画で、あの、聞き歪みエフェクターをしようと思って。はいはい。そうあの定番の歪みエフェクター並べて、はい、目隠ししてもらっていいですか、うん、目隠しでどれが鳴ってるかっていうのを当ててもらうっていうね目隠し持ってきましたよなかなか厳しい感じのあのまだここで一回も聞いてないですもんねいやそうほんまに生でガチでやるんでガチですね、うんでたくさんも持ってきていただいてるんで数やばくないですかあとね、まあ、僕の方の動画今回コラボなんで、はいまあ、僕の方の企画ではくじを引いてそのくじに書かれてるエフェクターをつないでいい音作るっていうあちょっと実験以外も実験的な要素な、ね、そうちなみに定番系でいうと何があるんですか開けても大丈夫ですいいっすよいいっすよ定番じゃないの僕がねあの DS1 とボスのあでもボスドライバーでチューブスクリーマーはいはいハイバイズの TS808、うん、とあと僕の大好きなメタルゾーン持ってきてるんで、うん、あいつものやつ、ね、あと今西さんにもちょっと持ってきていただいててはいはいブルースドライバーのあ定番ですねブルースドライバーあとこれじゃないですかスーパーアーカイブ超定番ですねねそれねアコースティックシミュレーター、うん、だからこれ2ついいですねじゃあこの5つプラス皆さんあれ持ってきてないですか何僕の大好きなあジャッカルだったら僕の大好きなジャッカルちょっとそれもちょっと混ぜたいですねやっぱり混ぜましょうかはいじゃあこっちあでもミッドナイトミッドナイトミッドナイト深見さん大好きはこっちやそうですねこれ俺も行くのか6つかなお気に入りっすもんねつなげて当ててもらうっていうの、まだ準備ちょっとあるんでちょっと準備できたらまた改めて撮りましょうかそうっすね歪みの感じこれどうしようだから耳で聞いて、はい、歪みの感じを揃えるか聴覚上はいはいかもこのメモリをセンターにするかもう個性出るようにマックスにするかみたいなそれ分かるんですかそんなんで今井さんこれどれがマックスにした方が個性出やすいですかいやそんな全部マックスにして全部マックスいやでもやっぱセンターじゃない12時スタートからのああでも歪み具合であでもそれがいいんかこれはちょっとじゃあまず12時スタートしてのそっから原因上げとかいいんじゃないですかあメタルゾーンとかすぐ分かりますもん、ね、いきなりマックスはちょっとああそうですじゃあセンターにセンタースタートでいきますセンタースタートでできましたね。近づいてきましたね。8月6日ね。おお、もう1ヶ月切りましたね。どうでしょう、真子さん、意気込みと言いますか。今回はね、はい、前回まあ140キャパやって、はいはいはい。今回ちょっと気合い入れて、はい、500なんですよ。500。あのクラブ貸し切ってて、13っていうクラブ。はいはいはい。なんか最近そのロックイベントもやってるみたいで、じゃあまあ概要欄貼っときますんで。概要欄貼っときます。ぜひあの遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあ今回使うエフェクター実際にちょっと一個ずつ鳴らしましょうか。おー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 し。結構やっぱキャラクターが違ってくると思うんで、うん、これ一回ね聞いてもらってから当ててもらうんで。あーなるほど。今ちょっと僕も聞いていいの？あいいですよ。おーし。一回覚えてもらって、ね、あはいはいはい。そっから目隠しして当てるっていう感じなんで。じゃあ早速いきますか。これから。じゃあこれから。スーパーオーバードライブ。あ、そうか。チューブスクリーマー。チューブスクリーマーから。なんかめっちゃ使い込んだろこれ一番使ってるんでもうバンド時代お世話になったんで、Thank you.
ザ・メタルゾーンって感じね。じゃあこれ6つですね、うん、これを次今井さん今から目隠ししてもらって、目隠しをするんですね。どうですか、いけそうですか。いけるやつはいけそうやけど、ちょっとねどうやろうね、これでも外したらやばいね。意外とキャラクター出てますよね、うん、それぞれで。皆さんも当てるのこれ、視聴者の皆さんも。そうですね、視聴者の方も一応当て、まあ、正解出すまでにちょっと伏せるんで、一緒に当ててもらって頑張りましょう。いや今井さんならいけるはずなんで、いくよ、これはちょっと当てたい。じゃあ目隠ししてもらって、わかりました、はい、はい、じゃあつけてもらいました目隠し。目隠しまたね、すごい神さんとのコラボでもこれつけるとはちょっと目隠し機会多いっすよね最近。マジで見えてないからね、目隠しの人みたいな、ちょっと光が見えるけど下。じゃあ、うん、いきますね、何も見えへん、はい、ヒロキ選んでもらって1個。あ、いいですか、これ行きましょう、うん、じゃあ最初はそうっすね、何やろう、じゃあこれで OK、 それね。じゃあちょっとつなぎます。では1個目いきます、うんうん、さあこれは何でしょう。マジで結構難しいね。あれは難しいと思いますよ。まずね、老元系なんですよね、どっちかっていうと。はい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 、おー、はい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 、コード鳴らしてもらっていいですね、オープンコード D とか G とか。はい、これでもさ、分かったって言って外したらめっちゃかっこ悪いな。いやー、いるよ、はい、行きましょう。 SD1 黄色いやつ。おお、じゃあ外してもらって、じゃあこれで OK、 それね。おお、やっぱさすがね、あのね、張りがあってうん、こもってもない感じやし、あとめっちゃ歪んでる感じでもなかったんで、ああやっぱ、あ、いける気がしてきたぞ。あ、よかった。あ、やっぱ工芸品ってわかります、その上の方。あ、そうね、ちょっとバラバラっていうやつ、きらびやかさ、そうそうそう、ああ、いいんじゃないですか、1個はけましたね。よっしゃー、このままいくぞ。 OK、 じゃあひろきさん2個目選んでいただいて。はい、では次これで。はい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 、はい、なるほどね、これはね、いや、今もいや、これはね、ヒロキそういうの分からんもんな、エフェクターがどんな感じ、色で選んでます、今のヒントになるから。まあ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 、まあ、あのね、でもね、僕ね、はい、今まだ音鳴ってないでしょ、はい、1個当てていい、はいはいはい、ボス、なうん、なんでなんすか、ちなみにね、ジャックに刺した時の音がボス。すごいすごいすごい。マジですか。マジ。まだ正解をね、視聴者がちょっと分かってないんであれなんですけど。あ、そう、これボス。あ、これ言っちゃったらダメやった。これボスやったら本当すごいですよ。うん。じゃあちょっといきますね。音。うん。うん、ちょっとまたこう。みんなわかりましたか。みんなわかりましたか。わかりましたか。聞きますか。これは、はい、音のこの素早い立ち上がりとパリッとした感じ、はい、ブルースドライバーです。おお、じゃあ外してください。では次これで。はいはいはい、はい、大正解です。やった。あの、俺そんなにボスが分かったのがすごい。あ、マジで。え、差し込みの音が違ったんですか。そうそう、ボスってこうなんかね、それ詳しく聞きたいですね。こう差した時の音がいきますよ、皆さん。いや、なんかね、こうソフトなんですよ。ほら、いや、今めちゃくちゃ繰り返しられた。次行きましょう、次行きましょう、行きましょう。これでもだんだんなんか数減ってくるから簡単になってくるんじゃないか、もしかして。あ、そうですね、難易度は下がってきますね。みんな頑張っていきましょう、これもう当てていきましょう。いや、僕この2つ当たれたのすごいなと思います。いや、ブルースドライバーこの2つは難しいやつですよ。そうそうそう、これクラブテールなんて結構ガチですよ。いや、ヒロキそういうの知らんから多分いきなりこうなんですかなと思って。すごいことだよマジで。よし来い。じゃあ、はい、ヒロキさん選んでもらって。はい、じゃあ次はこちらで。はいはいはい、はい、お願いします。ね、行きます。あー、刺したジャック。あいや、まあそれも含めか、それも含めか、あ、それも含めか、今聞こえませんでした、ちゃんと。ん、じゃあまず最初の同じフレーズで、うん、あ
あ、こんなもんか。いきますね。こんな音ありますか。こんなんあったっけ、さっき。8万でもこれですね。私。おい、それ。あ、待ってくださいね。そういうことですか。オフ、オフでした。それはやめてよ。それはやめてよ。めっちゃびっくりしたよ俺。知らん音出てきた。こんなんあったっけ。こんなの老人すぎな。じゃあいきます。すみません。音でいきますね。いいですか。うん。ああ。何か要望があれば。6弦のあの、はい、パワーコード。もうこれはいやちょっと初めあのなあのディストーションか何かかなと思ったんですけど、はい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 、いやこれはいいですか当てて。いいですよ。いいんですか当てて。いいですよ。ジャッカルミッドナイト。あ、なんかジューシーな低音が。じゃあ外してもらって。え、じゃあ次はこちらで。これは大正解。これはやっぱさすがにね、これ外したら空気やばかった。確かにこれ外したらやばい。もうあの6弦って言った人で分かってはるなって思いましたけどね。いやちょっと聞きたかっただけ、はい、分かってなかったよ。やっぱ低音感に特徴あるじゃないですか。うん、あるあるある。やっぱ全然違う、締まりが違うなって。あ、危ない、これ外したら危ないよ。そうですね。よし行こう。じゃあ次行きますね。じゃあひろき1個選んでもうて。行きますね、うん、じゃあそうっすね、こちらで。はいはいはい、分かりました。行きましょうか。でも次ハイゲインで来るかローゲインで来るかで分かれるよね。この中で言ったらそうっすね、うん、残ってるやつで言うと。いやでもやっぱすごいな、ググル外してくれたら面白いんだけどな。そうっすね。いやでもね、僕ね、まず負けず嫌いなんですよ、こう見えて。こう見えて私。いやでも全部当ててもらって。え、動画的に面白くない。いやいやいや、全部大丈夫。大丈夫です。当てますね。よし、じゃあいいですか。うん、行きます。あ、あれかあれないけど、この細い感じがあれのせいで細いのか、マーケットのせいで細いなのかがちょっと今難しい。はい、あ、ちょっとここで難所来るとは思わなかったな。6弦弾いてます。うん、皆さん分かりました。せーので言いましょう。はい、いきますよ、はい、せーの、ディストーション、オレンジ。あ、DS1 ですか。うん、あのね、はい、この細いなと思ったのは多分ね、この JCM900 の細さだ。あ、ちょっと待ってくださいね。え、大丈夫ですか。マジで。いやいやいや、だってメタルゾーンはもうちょっとシャビーって言うんよ。メタルゾーンは、はい、シャビーって。うん、ハイが、これはハイは出てるよ、出てるけど、これはマーシャルのハイで、ちょっとこの、まあ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 、でも外し、まあまあまあな、これはな、まあ、いや、これね、僕を騙そうとしてた。合ってるよ、合ってる。僕ね、分かってきた。これはもう2回目やから、いきますよ。いいっすよ、いいっすよ。え、ほんまかな、ちょっとでも不安ないけど、取るよ。はい、はい、そうっすね、こちらで。はいはいはい、正解です。怖いよそういうふうに。いやでもよくすごいですね。いやちょっと確かにちょっとどっちかなと思った。細かったからなんかチープって言ったらあれですけど、なんかそのね、ちょっとね、ああもう行きたくこっちないよこれ。エフェクターの素人の人やったらまだいいやん。いやそうっす、外せない、外せないよこの企画。いやっすよね。いやびっくりした今日も。もういい、いけるよ。いやこれはもう、いやもう今日いけるよ。もう絶対外せない。俺でもいける感じのこの2択は。
あ、じゃあいいよ。じゃあ最後僕、はい、ジャックに刺した音で当てますよ。あ、マジですか。うん。お、ちょっとじゃあ後ろ外して。うん。今回ここで刺してください。僕の前で。え、これわかるんですか。ジャックの音で当てますよ。まあ視聴者、もう多分視聴者の方分かってると思うんで、これとこれなんですけど、うん、これとこれですね、うん、はいはいはい、ジャックこんな感じなんですけど、うん、一緒やんな、これな、これ一緒一緒っすよね。え、じゃあ行きましょうか。いけるよ、だってメーカー違うよ。行きますね、うん、じゃあ、ひろくどっち、どっち鳴らす。あー、じゃあこっちで。オッケーオッケーオッケー。いや、ちょっとドキドキしてきた。だから自分で言ったものの、これでも合ってたらすごいですね、マジ、うん、刺しますね、うん。もう一回いい。できました。刺します。もう一回いい。あ、わかった。あ、もう一個も刺してみます。もう一個の刺した音も聞きます。あ、優しいね。あ、じゃあ、いや、でも確信になるな。でもこのままいったらめっちゃかっこいいです、当てたら。え、いや、でも一応聞かせて。聞いておきます。もう一個いきますね。これ二個目です、うん。え、ちょっともう一回やる。いきますね、うん。あれ、なんか思ってたんと違うぞ、2個目が。あ、でも全然違うな、やっぱり。なんか違いますね、こっちがどっちは言われへんけど、うん、確かに、はい、はい。じゃあ、1個目は、1個目がチューブスクリーマー、はい、はいはいはい。2個目がメタルゾーン。じゃあ外してください。1個目は持ってるんで。いくよ、はい。正解です。やったー。いや、あの褒め言葉なんですけど、うん、キモいっすね。すごいな。違うっすよ。これメーカーが違うの。こっちの方がちょっとね、中域が出るんですよ。あの、カチャってした音が。こっちはもうちょっとボスってサクって言うんですよ。いや、そうっすね。ちょっと音高い。これをでも聞き分けるっていうのがすごいっすね。一応鳴らしときます。大丈夫かな。鳴らします。え、いっか。いや、でもやっぱすごいですね。いや、すごいっすね。全部当たりました。なんか最後の2つ音聞けなくてすいません。僕のジャックで当たったんだ。スターも途中のあのオフのやつ一番びっくりした。完全ミスりました、僕が。オンになってると思ったら2人してこんな老言があったっけ。ちょっとちなみにやってみてどうでした、これ。もう二度と、いや、僕もうちょっと自信あったんですけど、はい、ちょっと JCM900 であとちょっと難しいですね。やっぱマーシャルのカラーが結構色濃く出るんで難しかったです。あ、 JC とかの方が簡単ですか。 JC の方がまだ分かりやすいかもしれない。キャラクター出やすいみたいな、うんうん。いや、これぜひね、またなんかこう今井さんにエフェクターじゃないにしろ何か挑戦したよね、音のプロって。そうですね。じゃあそんな感じでね、この後今井さんの方でチャンネル登録で、うんうん、概要欄貼っとくんでぜひ見てみてください。遊びに行ってください。お願いします、はい、さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何してんすか。いや、ちょっとこれ一回やってみたいなと思って、なんか聞いてる感じやっぱキャラクターだいぶ違うんでいけるかなと思って。まあ、さっき余裕って言ってましたね。うん、聞いてる感じな、外でこれいけるんちゃうかなっていう。これ俺全部当てたらな、もう、あ、やっぱ素人でもいけんねやっていう感じになっちゃうんで、ごめんなさいね、そうなったら今井さん。いや、いいよ。はい、行きます、行きます、はい、行くよ、はい、こちらですね、はい、これ、はいはいはい、いくよ、はい。あー、でも、はいはいはい、これでも本当に分かっちゃいました、マジで。あ、どうぞ。あの、うん、これ本当に、うん、あのお笑いなしで、うん、若干ミッドナイトですね、これ。開けてください。はい、マジですか。俺マジで当てに行ったわ。あ、そうなんすね。